こんにちは。こんにちは。はい、久しぶりにまた久しぶりいらしていただきまして、今日2回目2回目です、ね、こんにちは、レナです、はい、今21歳21歳ですよね。今日体調ですとか、体調は、はい、疲れてはいますが、はいはい、そう、心は元気です。心は元気です。心は元気です、はい、どこだろう。首肩が特に、はい、足はどうなんだろう。でも、はい、長らく来てないので、まあ、そうですよね。なんか姿勢がすごく悪くなった気がします、ね、そうなんですね。今頑張ってよくしてます、まあ、忙しくされてるんですか。忙しいです。とっても忙しいです。なんかもう疲れてます、ね、睡眠不足ですか。気づきですか、はい、本当に全然、ね、寝れてなくて、なんか遊んでるから寝れてないみたいな、なんか仕事が忙しくって、うんうん、プラスアルファ、うんうん、遊びを負けないようにすると睡眠時間が削られていくっていう感じです。充実はしてそうですね。あ、充実はしますね。すごい。よろしくお願いいたします。じゃあお願いいたします。楽にしてください。大丈夫ですか。はい、いたします。ご病気で動かしづらいとか触られたくないとか大丈夫ですか。ないです、はい、なんか靴ずれとかはありますけど、それぐらいです、はい、わかりました。痛いとかはないので、はい、わかりました。なんかこうやっていって気になるところとかあったら教えてください、ね、ありがとうございます。なんかもう今自分の体のことも見切れないから逆にどうなってんのかわかんないけど、うん、忙しいとね、疲れてるってことだけはわかるんですけど、うん、全然いたわれてないです。いろんな意味で運動するとかもできてないし、うんうんうん、なんか下半身むくんでそうな感じありますね。あ、本当ですか、うん、足あ、わかんないか重たく感じるような、うん、感じます、あります、やっぱり、はい、これなんか、うん、くすぐったみがあるかもしれない、わずかに。うん、それは血流が悪いサインですね。可愛くなりましたね、髪の毛も伸びて、はい、そうです、可愛い。なんかあれですよね、割とかっこいい路線の方だったのが多かったのに、ね、お母さんにもそれ言われました、すごいキュートな感じになりました、恥ずかしい、そう、年相応になったねって言われます、なるほどね、あ、確かに大人っぽく見えてましたもんね。そう、今まで21に見られたことはなかったので、うん、あ、確かに今多分若ね、見えますよね、だから、うん、本当に前髪があるとこう変わるんだな、はい、あ、そっか、前髪があるっていうのがあるのか、こう最後に髪の毛がピャッピャッって出てるのが、そうそうそう、かこう髪の毛伸ばしたての女の子みたいな、ね、本当にかわいい天然パーマなので、うん、はいはいはい、はい、自分じゃ扱いきれないからいいやと思って、しかも最近ふわふわしてるのが流行りだから、そうね、外巻きカールな感じでかわいいですよね。そう、もういいや、元気な感じで明るい可愛い感じがあります、うん、あれですね、なんか左の尻の方が硬かったですね。なんか左の方がくすぐったかったなって思いながら感じたので、はい、右に比べると、うん、多分左のがよろしくなさそうです、お尻周りは、うん、左重心とかが多いとそうなりやすいんですか。うん、そうですね、むくむのはちょっとやっぱり動かさない側なので、重心かけてると、うん、そうですね、そちら側の方がむくみは出やすいです。
カフェいかがですか？気持ちなんかあれです、流れていくかも自分で本当にもう触ってすらいないので、ま、とか、うん、あれだから誰にもやってもらわずだし、うん、ちょっと触られただけでカーって、肩凝ってますねやっぱりね。ですよね、この辺ちょっと痛み結構強いですかね、そういう感じしますね。この柔らかいからバレづらいけど、ある凝り、そうですね。でもこの辺は結構もうはっきり出てますよ、硬さが。本当だ、割とね、その周りがぽよぽよっていう柔らかい体なので、余計に差が大きいですね。おー、すごい。お、パソコンとか。機会も増えましたかね、てかそうですね、画面を見るっていうのが多くなってきたので、今までずっとただ人と話してっていうだったのが、人と話しながら画面を見て、じゃあそれに合ったものはどうしますかみたいになってくるから、画面を見る機会が増えたって感じ、はい、もうペーパーレスだったりするので、ああ目の疲れがじゃあすごく、そう本当に、わーすごい、ちょっとやっぱりね、前回と違う凝り方がありますね。ずっと研修中でさ、立ち仕事ではあるんですけど、はい、研修中だからすごい1ヶ月近く毎日ずっと座って、座って9時から6時まで人の話聞いて、うわー長いみたいな感じだったので、だから体しんどいですね、座りっぱなしですか？そう、いきなり別に自由に立ち上がっていいよみたいな感じで、途中で誰か筋トレしながら、いいよとはあるんですね、あめっちゃ眠かったら立ってやってていいですよみたいな、すげーなんですよ、そう言われてもちょっとなかなかね、でもいいですね、そうやって自由な声掛けはあるんですね、なんかなんかダンスやってた人とかも止まってるのが辛いから あれでしたね、あの私スクワットしながらやりますとか言って、言ってる子もいました。あ、そうなんですね、ケツが死ぬとか言ってなんかね、痛くなってきますもんね、慣れてないと余計やばい、すごい動いてるのがね、楽な場合もありますよね。ずしーってくる、きますね。村さん結構分かりやすいですね、こう、あ、ここだっていうのがすごい分かりやすい。分かりにくい人もいるんですね、ってことは。そうですね、こう全体的に硬い方とか、ちょっとこう骨っぽい方とかの方がちょっとやりづらかったり分かりにくかったりはありますね。すごい、そ、はい、嫌いな感じではないですか？ないです、ないです、はい、響きますね、響きます、はい、肩ですか、肩甲骨を、そうそう、肩甲骨周りの筋肉なんですけど、まあこれがいわゆる肩こりの筋肉なので、お肩こりさんで多いのがやっぱりこう肩甲骨の内側のっていう声が多いですよね。ここからこう首につながってくるので、ここはやっぱり大事なとこですね。すごい凝ってますね、すごい、うん、めっちゃもう声が出ない目とかね、キンって響くような、すごい凝ってる、うわう
をされてから届く感じがある、はい、あーうんうん、ちょっと奥の方っていうことですよね。そうなんですよね、腰もこう少し奥の方に針金ありますね。全然おっしゃってくださいね。ありがとうございます、うん、結構たまった疲れですからね。本当にだって来てなかったじゃないですか。そうなんですよね、開いちゃいましたもんね、うん、全然予定が見えない状況だったので、あ本当に今この休みの期間でよかったって思って、お風呂にゆっくり浸かるみたいなこともできずにいたので、あもう帰ったら化粧落とすのが精一杯で早く寝て次の日に備えてみたいな感じだったので、ゴリゴリ言ってるんですね。寝たい、痛いです。ですよね。無理はないけど痛いです。そうですね。うん、我慢できる範囲だけど痛くはあるっていうやつですね。これ以上痛くなるとはい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 、そうギリギリまで了解です。お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか。すっきりしました。ちゃんと体に空気が入って、はい、うん、って感じです。息がしっかり保ってて、流れました。本当に流れました。ちゃんと心臓を中心にこっちにもこっちにも血液がいってるっていう感覚がめちゃくちゃあります。よかった。顔も全然違いますね。力がみなぎってるというか。また頑張れます。今日ゆっくり寝てね、いただいて。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you.